こんにちはカスタマイズ時計作りの実績日本一のなぐも時計店店長のなぐ達也ですなぐも時計店実は時計の修理専門店なんですよねご存知だと思いますけど一応言っておきますそれで今日はですね高いロレックスの修理が入ったのでおそうだ久々にロレックスの修理のキャンペーンやろうと思いまして今日から来週の木曜日までの1週間 ロレックスの特別キャンンペーンをやろうと思っております今日ね、来たのはね、すごいこんな感じ。金のね、ロレックスと、まあ、ちょっと古いタイプのロレックスのデイトジャスト3本が修理に入ってきましたので、うん、これ、久しぶりにロレックスのオーバーホールの特別価格をやろうかなと思いました。えっ、ー、と、今日ブログを書いたので、そちらを、この、 画面の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらから見ていただきたいなと思います。あの、正直な話、まあ、今ってロレックスのデイトジャストとかの,あのメーカーさんのオーバーホール価格って8万5千円するんですよ。8万5千円税別よりですから、実際は何にも交換パーツがなくても、 え、8万5千円に消費税だから9万ちょっとですよね。で、それに返ってくる送料もかかるんで、9万5千円ぐらいからがスタートの価格なんですよ。だから結構ね、いいお値段するので、じゃあ僕、その半額でやりましょうということで、えーと、4万5千円に消費税でやろうかなと思って今日、ブログを書きました。そして、 4万5000円消費税。それだけじゃなくて、もちろん、えっと、オーバーホールするだけじゃなくて、パッキンとかも全部もちろん買えますし、それから、徹底的に綺麗に磨きます。えっと、必要なパーツは買えます。それから、あの、 消耗パーツですね。いわゆる歯車とか買えるときは別料金になっちゃうけども、えー、消耗パーツ、いわゆるパッキンですね。パッキンは4万5千円消費税別の中に含まれます。それから、えー、防水テスト、これ無料でやらせていただきたいと思います。それから、えっ、ー、と、いろんな、やっぱり直接肌につけている下着と一緒なんで、すごい皮脂汚れがあるんで、もうケースもブレスも徹底的にあの汚れ落とし、クリーニングをやります。 それから、うんと、そうですね、全部ばらすんで、小傷の、えー、小傷消しの新品仕上げですね。新品磨きを無料でやります。最後、5番目、何し、何だったっけかな。えっ、ー、と、あ、そう、綺麗に保つために、時計拭き、あのー、メガネ拭きですね。あれを20センチ ×20 センチぐらいの使いやすいサイズ、こちらを、 1>, 1枚プレゼントさせていただいて特別に5大特典をつい,、まあ、ついでじゃないですけど無料特典としてお付けいたしますので本日7月18日木曜日から来週7月の25日木曜日までの1週間限定でロレックスのオーバーホールの特別キャンペーンをやらせていただきたいなと思います。ぜひこの下の下概要欄から ブログの URL ククリッしししてみてみくくださいいよろしくお願いしますあのやっぱりね日本は、まあ、あの今先進国ではなくなってき始めていますって言われてますけどもやっぱり世界的に見るとあの教育水準も高いし生活水準も高いのでロレックスとかオメガとかあの世界でもう本当に3番目ぐらいに売れてるのかなすごい本数が日本に入ってきてるので。 あのやっぱり修理も当然多いので圧倒的に多いのはやっぱロレックスが一番多くて次がオメガとかかなだから当然だけど数が増えるとまあ腕も上がりますしそれからいろんなパーツの入手ルートもパイプが太くなるんで,でもちろん僕はあの修理屋の3代目ですんで安心して。 あの、何でも聞いてください。何でも修理出してみてください。ま、今回はロレックスに限りますけども、ロレックスのキャンペーン、本日7月18日木曜日から来週25日の木曜日までの1週間、特別価格と特典付きでやらせていただきます。ロレックス、しまいっぱなしだよなとか、動かなくなってんだよなとか、あの、もうすげえ遅れるんだよなとか、いや、久々に出して、 綺麗に直して使おうかなという方いましたら、黒猫なら着払い OK ですので、ぜひこの機会にロレックスオーバーホールして新品仕上げして綺麗に使ってみてはいかがでしょうか。お待ちしております。